はい、皆さんこんにちは。今日もサバイバルオンテインオブユース、プレイテスト版ですね、プレイしていきたいと思います。前回の続きでまた、右上に出てるタスクの方をやっていきたいと思います。ビルドはシグナルファイアーということで、作らないといけないんですね。のろしを上げるやつですね。これか、スモークシグナル、これでいいのかな。これを作るには枯れた葉っぱが5つと枝ということで、枯れた葉っぱも集めてありますので大丈夫ですね。こちらの方を作っていくと、はい、こちらを作りましょう。これは外ですね、入れていけば OK だと思います。はい、ここに作っておきましょう。さあ、これで OK ですね。さあ、これで煙が上がって次の方ですね。クリエイトはストーンカッターということで、石で、カッターを作らないといけない。どこだっけな。石の方は一応入れてた、あ、これですね。ありますので、これで作れると思います。さあ、ブリュープリントからこれですね。まあ、1個だけとりあえず作ればいいのかな。はい。次を見ていきましょう。次はクックフードオン、キャンファイヤー。まあ、キャンファイヤーで調理して食べ物を作りなさいということと、蒸した葉っぱの包帯を作る。あと、木の槍を作るですね。こちらの方を見ていきましょう。まずは食べ物関係はいいとして、蒸した葉っぱの包帯はこれかな。こちらのワイドリーフ、でっかい葉っぱとこのゲジゲジの葉っぱですね、これが必要と。食べ物関係はなんか取ってこないとダメかな。お肉とかじゃがいもとかあったな。フライドエッグス、卵の方もありますので、これも作れますね。あと、木の槍か。木の槍はどこだろう。ウドゥンスピア、これですが、まだ出てきていません。この細い木がないと作れませんよということですね。ストーンアックスの方は作れますので作っておきましょう。よし、こんな感じですね。ちょっと食べ物がないので、卵ですね。これを取っていくのと、あとはなんだ、葉っぱか。葉っぱが、これはいらない。これと、この葉っぱがあれば、虫包帯できますので、これで作っていきましょうか。枝の方を足して、もう少し燃えるようにしときましょう。さあ、これで OK ですね。まずは料理からいこう。3つ作れるので、クラフト作っていきましょう。次に虫包帯ですね。これ、蒸した葉っぱの包帯も作れるので、これで作っておきましょう。さあ、もういらないので、とりあえず消そう。さあ、これで OK ですね。あとは木の槍を作るだけ。とりあえずこれを食べてお腹の足しにする。あと、いらないものはとりあえず置いていくか。あ、その前にあれですね、葉っぱがいっぱいありますので装備作っておきましょうか。装備はどこだ。これですね、帽子がまず作れる。そしてこの洋服も作れますね。で、腰身のみたいなのも作れる。そして、靴も作れると。はい、これで一応全身装備はできたのかな？どこだ？あ、ここですね。できました。あと、ベルトと何か、ベルトとなんかが装備できますが、これはまだです。あ、そしてキャラクター、これで能力の方も上げることができますね。そうだ、こういうやつもあったんだ。こちらの方は集中ということで、 V ホットキーで使用できる集中モードのロックを解除しますと。まあ、こちらの方でいろいろな能力あるので、ちょっと見ながら決めたいと思います。はい、とりあえずこちらですね。天候による病気のリスクを 30% 軽減しますとありますので、これを覚えておこうと思います。結構雨に打たれると風邪ひいたりとかしますので、こちらでいいと思います。さあ、次にちょっと持ち物を整頓しながらいきたいと思います。よいしょ、これらはとりあえず置いていきましょう。
卵の方もいらないと。斧は必要ですね。斧も装備できるかな。これはできてますかね。あ、もう結構夜になってしまった。いろいろと作ってたら夜になってしまったので、とりあえず朝を迎えましょう。さあ朝になりましたね。今日はいろいろな素材を取っていきたいと思います。まずはここの洞窟から出ていきましょう。さあ出てきましたね。まずは木の槍を作らないといけないということで、木の槍を作る原材料を集めていきたいと思います。それと同時にですね、葉っぱの方も少し集めていきます。あ、ちょっと喉が渇いてますね。こちら飲んで水分を取っていきましょう。まあ海の方に行けばココナッツは多分取れると思いますので、いっぱい食べて大丈夫です。さあスカンクいましたね。スカンクを倒していかないといけないんですが、こちらですね、トレイラーの方で知ったんですけど、槍投げれるので、これでよいしょ、安全に倒すことができますね。ちなみにこれはどうだ、リソースがないと言ってる。そのまま取ることはできるんですね。あ、これか。これは斧があれば取れますので、これ取っていきましょう。よし、これでスピアの方作れるのかな。木製のスピア、これですかね。これが作れる。これは何だろう。あ、こっちはスピア。あ、これはあれか、森か。で、こっちが作れるということで、これを作りましょう。1時間ほどかかりますが、とりあえずできましたね。金属の槍もったいないので、今作った木の槍で少し進んでいこう。さあ、あとは木もあるし、次は何だろう。リーチザスモールアイランドということで、今からは、ちっちゃい島を目指すことになりますね。島を目指すんですが、今のところですね、材料がいろいろ足りませんので、たくさんいろいろ回収していきたいと思います。あ、鶏がいるぞ。鶏がいますね。ちょっと逃げられてしまいましたが、鶏がいました。さあ、これは槍を投げて倒せるのかな。ちょっと追いつけませんね。赤い花は取れる、取れない。これはまだですね、ダメみたいです。さあ枝少し回収していきましょうか。枝を回収していく。まだカバンの中は入りますね。よし、少し持っていきましょう。さあ、まだ大丈夫そう。そしてなんか顔型の遺跡がありましたので、一応これ調べていきましょう。よし。さあ、わあ、すごいな。調べられないのか、これは。特に調べるとかはなかったですね。置いてあるだけですね。よし。あとは重さ的には、なんでこんな重いんだ、このスカンクかな。スカンクが3キロあるので重いんですね。分解とかできれば、よかったんですけど、ちょっとできそうにないな。あとは木材ですかね、重いのは。さあ、やばいな、なんか音がするな。スカンクかなんかの音がする気がしますね。他はどうだろう。あとこの木の槍で一体何発でこいつらを仕留められるかもちょっと問題ですね。一発で仕留められなかったらどうしよう。仕留められた、よかったよかった。あ、仕留めれてない、仕留めれてない。もう一匹か、もう一匹ですね。よいしょ、よしよし。木の槍でも十分戦えますね。骨か、骨が取れると。よし、これを骨を取ってと。新しいのまた覚えましたね。よし、ちょっとずつ進もう。今まではこれ結構急いで進んでやられる機会が多かったので、少しずつ取っていこうと思います。よし、枝もこれ取れるのか。さあ、持ち物的には結構きつめですね。よいしょ。さあ、他はどうだろう。北側にだいぶ来てしまいましたが、他変わったアイテムとかはないかな。あ、なんか奥でピカピカ光ってますね。ちょっとあんまり夜なので行きたくはありませんが、少しだけちょっと覗いておきましょうか。走るのもギリギリできる。この木は枯れた葉っぱとかですね。
これの木が、あ、この木があれか、鶴があるやつか。さあ、持ち物、これだとギリギリですが、取っていきましょう。あ、なんかサソリが来た。サソリが来たのでダメージ受けましたね。取っていく。よいしょ。4つ取れましたね。これで紐かなんかが作れるのかな。わあ、またサソリか。ということで、ちょっと暗くもなってきたので、拠点の方に帰りましょう。さあ、戻ってきましたので、まずは今日取ったもので何かクラフト系が増えてないかを見ていきたいと思います。こちらの方は薬ですね。特に増えてはない。あ、ロープ。これが作れるようになってますので、少し作りましょう。2つぐらい作っておくかな。これでまた新しいのが増えたはずです。さあ、他は、特に、あ、これすごい。火を起こすやつが増えましたね。これちょっと作ってみるか。はい、これを作っておきましょう。木の皮、もうちょっと取ってくればよかったかな。さあ、あとは、ストーンスピア。あ、石の槍も作れるということで。ああ、そうなんだ。あ、弓も作れる。そうか、ロープがいっぱい必要ですね。あ、そしてこれなんだ。あ、これ、あれか。バックパック的なやつですかね。これも作れるようになりました。なるほど。その他、これはなんだろう。ベッド。あ、なるほど。葉っぱのベッドが作れますよということで、多分この、敷いてあるものよりもいっぱい回復するのかな。そしてプロテクテッドボックス、これは8個入る。あ、こっちも8個入るって書いてあるな。何が違うんだろう。進化した的な感じですかね。食品の保存性が向上されますと。で、こっちの方は16個入るやつですね。で、これは何だろう。これはキャノピーかな。キャノピーは雨を、太陽や 雨からエリアを保護しますと。まあ、テント的な感じでしょうかね。で、こちらはキャンプファイヤー。これは何だろう。レギュラーワークベンチ。あ、ワークベンチか。これにはログが必要と。これは何だろう。こちらの方は木工用の原始的なワークベンチって書いてあるな。まあ、こちらもいずれ作りましょう。あ、そしてシップ、イカダですね。ラフトが作れるということで、木の、あ、もう結構材料は簡単だな。その他のアイテムですね。ココナッツ、なんだろう。フラスクかな。こちらの方を使うと液体を運ぶには良いということですね。結構いろいろなものが増えています。今日取ってきたでっかい、あ、細い棒か。それと紐ですね。やっぱロープ関係が結構必要みたいですので、そちらの方を作っていきましょう。まずは、これかな。どっちがいいですかね。葉っぱをまず回収していこう。これが持ってるやつですかね。あとは、これも入れていく。で、作れるはずですね。まずは、食品の保護が重要ですので、これを作っていきましょう。あ、でっかい葉っぱがない。さあ、でっかい葉っぱがありませんでしたので、ベッドを作ってしまいたいと思います。これをこちらに作ると。よいしょ。さあ、これでいいベッドになりましたので、寝たきの回復力が違うと思います。では、いろいろなものを預けて、また次の日ですね。いろいろ調べていきたいと思います。さあ、朝になりましたね。ちょっと水分が足りませんので、こちらの方、ちょっとヤシの実か何か探しに行きたいと思います。あ、それと確か骨のところに何かあったな、そういえば。骨のところにこれですね、絵がありますので、これを拾っておきましょう。他は、とりあえずは海辺に行けばヤシの実は落ちてると思うんですが、ないのかな。あ、スカンクがいますね。スカンクは多分こっちの砂浜には来ないと思うんですけど、ここら辺とか確か鳥とか気をつけないといけないかもしれませんね。鳥も急に襲ってくるんでね、気
気をつけないと大ダメージを受けます。さあとりあえずやばい、飲み物がないぞ。ココナッツを探していきましょう。ココナッツない、石ですね。これは困ったな。とりあえずは飲み物が欲しい。さあどっかにグリーンココナッツでもいい。あ、ここあった、よかった。まずはこいつですね、クラフトしていきましょう。よし、これで少しは足しになるかと思います。あ、ほんのちょっとか。ウォーターはちょっと、ないですね。あ、グリーンココナッツあった。これで大丈夫そうですね。よし、これでクラフトしてと。で、食べれば水分の方は取れますね。よし、これで OK。これでしばらくは大丈夫でしょう。さらに、探検していきましょうか。そろそろ鳥が来る頃なんだよな。鳥がちょっと嫌ですが、確かなんか儀式に使う、なんだ、崖っぽいのがあったような気がしますね。よいしょ。これをとりあえず拾っていくか。グリーンココナッツ。こいつももう食べてしまうかな。食べていきましょう。で、水分の方はしばらくは大丈夫と。81ありますから大丈夫でしょう。体力の方は78と。木も少し見ていくか。葉っぱの方を集めながらいきましょうか。よし、これで OK。こっちの方も少しもらおう。よし、これで OK ですね。でっかい葉っぱの方とかも欲しいんですが、まあ、今はまだちょっとその余裕がないですね。さあ、こっからだな。あそこにある岬っぽいところに、何か儀式で使うようなものと、石の壁かな、なんかがあったと思います。ただ、それにはちょっと鳥がいるんでね。鳥と戦わなければいけません。どうだろうな。さあ、もう鳥が見えてますね。これが魚を釣る場所ですね。釣りができる場所ですので、釣り竿とかがあればおそらくできるでしょう。これは葉っぱだけか。葉っぱも重要ですから取っていきましょう。エネルギー、活動するエネルギーもちょっと減ってきましたね。よし、花も取る。これは薬になりますね。よし。さあ、この鳥と戦う時が来ましたね。一匹だけかな。大体あっちにもいるな。さあ、これ多分襲ってくると思いますので、倒せたら倒していきましょう。来ないのか？来ましたね。これぐらいだ。えい！あ、やばい！噛まれた！刺せなかったな。これ難しいんですよね。投げてみるか。どうだ？えい！よし！オッケー！後ろから食らったけど、一匹とりあえず倒しましたね。いやー、ダメージがひどいな。よいしょ。よし、危なかった。よし、槍は投げることはできるので、かなり、楽になりましたね。あれ？カラスから肉とか取れたんだけどな。肉とか取れなくなったんですかね。よし、とりあえず回収済みですね。体力の方は66、まだありますので、大丈夫でしょう。よしよし。さあ、ここですね。ここら辺の近くをしっかりと見ていかないといけない。さあ、ここがまず壁画ですね。よし、これでココナッツも取れると。取っていきましょう。ちょっと時間がかかりますが、しっかりと取っていく。鳥は来てないよね。さあ、確認したところで、飲み物、食べ物の方のココナッツを作るか。これを作りましょう。さあ、そして食べると。あ、これ飲み物の方か。こっちだったか。間違えましたね。さあ、こっちを作ってと。で、食べていくと。これで食料は大丈夫ですね。さあ、そしてここがどうしよう。まず先にここ行きましょうか。ここが祭壇みたいなのがあって、これですね。生命の水みたいなのがあって。ですね。で、ここを降りると、あ、やばいかな、死なないよね。なんかがあったんだよな。これですね。こんなもんかな。こんなに人が死んでるので、おそらく、みんな殺していって捨てたかなんかですかね。さあ、
酸素がなくなる前に上がろう。よし、これでここの崖はもう問題なく終わりですかね。よし、次にあそこの壁画を調べに行きましょうか。持ち物は 18.1、 まだ大丈夫ですね。よしよし、さあこれを調べに行きましょう。さあこれで一つアンノーンの場所が埋まりました。さあとりあえずここら辺のまで来たので、食べ物とか水分もゲットしましたので、拠点に一度戻りたいと思います。戻ってきましたね。これのろしが上がってるので場所はかなり分かりやすいです。よいしょ、時間の方も、ああもうやばいな、夜になってしまいますね。ちょっと、こちらの方で今日取ったもので何かクラフト系が増えたか見てみましょう。これは何だろう、こちらの方は、なんだ、コンチって何だろう。貝殻から取れるみたいですね。食料8と水4を回復しますと。あとはお肉を取ったので、これを焼いて食べると、20回復するのか。まあ、食べ物系はいいでしょう。製作物としてはこれか。ストーンソーということで、こちらの方が作れるようになりました。こちらのツールは木を加工するための石器と。何かに使えるんだと思います。石、でっかい石があればいいんですけど、これもワークベンチが必要ですね。とりあえずワークベンチないとダメなのか。そして石の斧、こっちはまだ作れない。あと石の槍ですね、こちらは作れるな。今木の槍ちょっと壊れてしまいましたので、石の槍頑張って作ろうと思います。あと弓、そしてこれはデモでは、いや弓関係は作れないのか。そうか、その他にも、やっぱりワークベンチとかですね、作らないといけない。丸太を取らないと作れませんので、次回ですね、ここら辺とかこういうなのを作りながら、進めていきたいと思います。それではですね、今日はこれぐらいで終わろうと思います。皆様ありがとうございました。